住紳一郎の日曜天国。おはようございます。12月4日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。今日の関東地方は晴れ、空気が乾燥します。スタジオのあります赤坂も日差しが注いでいます。北部山沿いではにわか雨の降るところがあります。東京の降水確率、今日午後夜ともに 10% です。今朝は冷え込んだところが多かったようです。放射冷却の影響で東京では初霜が観測されまして 4.9 度、宇都宮では2度まで冷え込みました。この後気温は上がりまして、予想最高気温、東京、水戸、宇都宮で16度、前橋で18度、横浜、熊谷で17度、千葉で15度の予想です。明日月曜日が微妙な天気ということで、曇りのち雨の予報が関東南部出ています。東京、横浜では傘マークになってますが、熊谷では曇りマークですね。気温は今日よりも 5、6 度下がって、東京最高気温明日10度に届かない予想、寒い1日になります。今週は火曜日以降晴れマークが並び、冬晴れが続くでしょうということです。そうですね、木曜日くらいから一気に気温が下がりましたね。そうですね、冬だなっていう感じですね。お便りがありますので紹介したいと思います。この方は先週ですね、メール紹介したので覚えていると思いますが、柏市のまこちゃん、男性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。先週、生後間もない孫に最初にじいじと言ってもらいたいと投書したものです。はい、ね、覚えてますよ。8月にお孫さんが生まれたということなんですよね。で、赤ちゃんの第一声がだいたいママとかパパになることに対して少しやはり感じるところがあって、どうしてもじいじと言わせたい。なので寝ている孫に向かって、じいじだよ、じいじはママのパパだからねって言って、ずっと言っていると、危なくママとパパを先に覚えちゃうんじゃないかっていうね。そうだよね、じいじはママのパパってね、説明したらママとパパを覚えちゃうね、先にね、うん、そうかそうかっていう、うん、そのまこちゃんからしつこいようですが、今日のテーマ、今年中にやっておきたいことも、当然孫にママやパパよりじいじと言ってもらう作戦を遂行し達成することです。どんなテーマでも、ね、もうどのテーマでもこの話になるだろうね、多分ね。失敗したこととかね、うん、諦められないこととかね、うん、中間報告をしますと、先週の放送の後、いつものように自分を指さし、この人はじいじだよと言うと、にー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 むなむにゃみたいなことを一度だけ言いました。すごいね、本当。私にはじいじと聞こえましたが、家族からは全否定を食らいました。おそらく孫がそんなこと言えるわけがないという先入観があるのでしょうね。じいじとは言えなくても、少なくとも孫は私に何か言おうと努力したのだと思い感動したのですが、誰からも認められず、しかも動画も録音も撮っていないので証拠がありません。そんな時代になりましたね。家にいるときはベビーベッドに GoPro を据え付け、すごいね、小型カメラ、ドライブレコーダーみたいなのをつけたの ね、よくね、うん、おでこにつけたりもします。家にいるときはベビーベッドに GoPro を据え付け、いつ行ってもいいように常時録画をしているのですが、孫はカメラに弱いようで、カメラに気づくと笑顔やおしゃべりが途端になくなる習性があるようで、うまくいきません。こんなにカメラに弱いのであれば、タレントや芸能人にはなれないですね。よって今年中にやっておきたいことは、隠し撮りを遂行し、孫がじいじと言った証拠を取ることです。先週、安住氏には絶対無理とのご意見をいただきましたが、多くのリスナーから温かいご支援をいただき勇気づけられました。さらに中澤さんからも温かいお言葉をいただき、さらにテンションが上がっている次第であります。成功して孫の肉声を録音し、皆さんにお聞きいただけるよう頑張りたいと思います。柏市の方ね、燃えてますね。燃えてますね。いいね。楽
楽しそう毎日。そうね。ベビーベッドに監視カメラみたいなのつけてるっていう、これはこれでねえどうだろう、乳児の何か精神衛生上良くないじゃないか、どうだろう、分かんないけど。確かに、うん、言うかもしれない。そうですね、先週放送でいや無理じゃないですかって言ったら、うん、他ラジオ聞いてらっしゃる方からいや意外にいけるんですよって ね、うん、そうお便りいただきました。意外にママパパよりも先にじいじ来るときありますよみたいなこと言ってましたよね。うん、ぜひ動画を撮影したいということですね。いいと思いますよ、ぜひ挑戦してくださいね。何か動画の YouTube チャンネルとかやったら人気になりそうな感じありますよね、なんかね、うん、挑戦してみたみたいなね。なるほど、その3ヶ月間のトライアンドエラーをね見てみたい気がしますけどもね。ぜひちょっと録音成功したら送ってくださいですね。もう聞いてみたくなりました ね、うん、それから連日サッカーのワールドカップの情報がテレビラジオからは出てきますけれども、はい、ラジオは NHK が放送していますけれども、私たちは放映権も貸し出し素材とも無縁の番組なので、こういうお便りを読んで終わりにしたいと思いますが川崎市宮前区のミミのママさんからですね、ありがとうございます。サッカー日本代表すごいですね。本当ですね、はい、私は多くの選手にゆかりの川崎市に住んでいるので、近所のお兄さんたちが頑張っているような気持ちで見ています。ドイツ戦の日にはソーセージを食べたら勝ちました。コスタリカの時はよくわからなかったので特に何もしなかったら負けました、うん、スペインの時はなんか食べねばとスパニッシュオムレツを食べたら勝ってくれました、うん、もはや日本の勝利の行方を私が握っているんじゃないかと思っています次のクロアチア戦の時にも何か食べなければいけません。そうですね、でもクロアチア料理って何なの、調べてもよくわからないのですというお便りですね。安住さんはクロアチアに行かれたことが。私クロアチアに行ったことありますね、はい、旧ユーゴスラビアの国ですよね。ちょうどセルビアとかね、コソボとかあったりしますけどもね。何食べたっけな、魚介類がねすごく、うん、まあその海沿いとまた内陸でちょっと違うんですけどもね、海沿いはねすごく味付けの薄い魚介料理がよく出てきましたね。クロアチアに行くときはポン酢を持ってった方がいいってねよく言われるんですよね。ちょっとね日本人にとっては魚介の味付けが物足りないので塩コショウだけでいけって言われると後半飽きてくるんで、ポン酢を持ってった方がいいって言ってね、蒸し料理みたいな感じなですか。そうですね、蒸し料理みたい でまたね体が皆さん立派で、もうほぼほぼ全員格闘家かみたいな体してますからね。うん、クロアチアとってもね魅力的な国ですよ、ね、あとスーパーマーケットは粉物が充実してるんですよ。なんか、ね、よくわかんないけどなんか、小麦粉とかそば粉とかなんか、うん、ものすごく紙パックに入って売ってましたね。あ、そうですか、それがすごく印象に残ってます。一体な何の粉なんだろうみたいな、ね、粉がわーって言ってた白い、うん、でまたその紙パックがおしゃれでね、と思いましたね。そうですか。あとは外貨の両替所で私を騙しましたそれはやられましたね、うん、やられましたね、がっくりしちゃった。そんなことあったの。ありました、がっくりきてしまいましたね。ちょっとクロアチアの通貨忘れてしまったんですけども、円からクロアチアの通貨への両替所がなかったので、円からユーロに変えてユーロからクロアチア通貨に変えなきゃいけなかったんですが、クローネとかなんかちょっとごめんなさい定かじゃないんですけどに変えなきゃいけなくて、まあちょっと行ったのが10年くらい前なので、もうちょっとやっぱり今よりも現金が必要だった時代なんですけどね。日本円で3万円ぐらいを両替したらどう計算しても8000円ぐらいにしかなってなくて、で帰る時に余ったクロアチアのお金をまたユーロに戻したら、なんかもう本当両替してるだけでなんか缶ビール2本飲んで終わっちゃったみたいな感じになっちゃって、すごく、残念な思いをした記憶があります。そうなんですね、2段階の、うん、そうですね、ごめんなさい暗い話になっちゃって私がちゃんときちんと確認しなかったのがいけないんですけど、クロアチア本当面白いですよ。です、ね、いいですね。ドブロクニークとかね、ドブロニク、ドブロニクか、すごく風光明媚なところがありまして、魔女の宅急便のモデルになった、で黒猫がたくさん
魔女の宅急便にも出てくるんですけど、そのクロアチア、あれドブロクニクはクロアチアだよね、そうでね、にも出てくるんですね。で黒猫ね、ほんとたくさんいるんですよ。あ、そうなんですか。であ、多分、まあ、宮崎駿先生なのかは定かじゃないですけども、多分黒猫を多分ここで見たモチーフなんだろうなとかね、考えたりなんかしてて、へえなんて思ったら、ちょうどその魔女の宅急便のような赤瓦のような屋根がザーッとこう ね城壁の上から見えるみたいなところがあるんですけども、うんうんうん、あ、魔女の宅急便のモデルになったなーなんて思ったら、その場所の出口の方の売店で魔女の宅急便のライツをクリアしていない偽物の絵を売ってて、うん、商売上手だと思いましたね。、うん、そうね、うん、ジブリファンなら買いたくなる、うん、買いたくなるっていうか、そう、うん、なんかそういう一周した感じってありますよね、なんかね、魔女の宅急便はここの街を模写したんだろうなと思うんだけども、その街のお土産店ではすでに魔女の宅急便を模写したものが売られてるっていう、こうぐるっと一周回って、うん、真似の真似みたいな、そういうことですよね。うん、日本で人気の欧州カリーがヨーロッパに進出みたいなことですね。行って帰ってみたいな、うん、面白かったな。ぜひ、あの、なかなかちょっと行く予定立てるのが難しいところなんですけどね、いいところですよね。クロアチア戦ですね。そうですね、はい、さて今日のメッセージテーマはこちらです。今年中にやっておきたいこと。川崎市のペデストリアン長谷川さん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。捨てる服でジンギスカンを食べに行く会という企画を遂行したいです。ジンギスカンはとても美味しいのですが、衣類への匂い移りが気になってなかなか行く決心が鈍るのです。そこでもうこのジンギスカンを食べた後、どんな匂いが移ろうが、タレをこぼそうが、捨てるので問題ないという服のみでのコーディネートで集合し、ちょっといいジンギスカン屋さんにご飯を食べに行く会を企画しました。ヨレヨレのシャツ、穴の開いたスカートやシミのついた靴、ボロボロのカバンなど、もう正直外でも家でも着ないけどなかなか捨てる勇気のなかったものを着てくることで、さすがにこれで匂い移りもしたら捨てるしかないよねという前向きな断捨離にもなる一石二鳥のご飯会企画です。今年中にはなんとか初回開催にこぎつけたく、夏頃から声をかけているのですが、小汚い格好でちょっといいジンギスカン屋さんへ行ってもいいという参加者がなかなか集まりません。定員5名、現在3人が名乗りを上げています。残り2枠絶賛募集中ですが、もう忘年会がてら3人でも行ってこようかなという気概です。川崎の方、いや面白いこと企画しますね。ねえ、捨てる服でジンギスカンを食べに行く会、ねえ、楽しい。そうね。とはいえやはり捨てる服のレベルで他人と比べちゃう自分がいるんでしょうね。うん、もうそれ捨てちゃうの、うん、くれなんつってね、うん、それ捨てるだったら私にちょうだいなんつって、中止なんて、今日のジンギスカン中止なんて、だってそれ私もらいたいからなんつってね、うん、それ捨てるのみたいな、やめときなよみたいな。で結局なんかポンチョみたいの着てね、あの匂いが移らないようにね、なんかね、うん、美味しいねなんて。ジンギスカンね、羊肉ね、美味しいですよね。うん、美味しいですよね。そんなに匂いついたっけ最近はね、うん、あのお肉が随分変わりましたんで匂いがね、うん、あのあんまり出ないっていうのはあるみたいですけどね、うん、私あの北国出身なんで、ジンギスカンを、羊肉をすごく小さい時によく食べる機会がありましたけど、昔はね本当にあの家の中では絶対やっちゃダメだって言われてて、家の中でジンギスカン焼くときは新聞紙をタンスとかの上にこう全部こう目張りみたいにこうベタ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 って、もう壁中に新聞をこうガムテープか何かで貼って、なんかこう、そうで油飛ばないようにしてとか、あとはジンギスカンやるんだったら外ですね。で夜なんか寒かったりするんで、車庫がねあったりするんですけど、あの雪が降ったりするん で車庫から車出して、で車庫の中でやるんですよね。わー楽しそう。で近所の人がね、今は最近見ないですけど40年くらい前はよくやってましたよね。で近所の人が車庫の中で一族老頭揃ってやってると、うん、はい、夜外通るとちょっとしたなんかゲリラ集団に見える時があるんだよね。あの
車庫の薄暗い中でみんな座って車座で鍋囲んでるでしょ。でそこの前をこう歩いて行った時にふっと目当て、なんだと思ってわって見ると、その車庫の中に15人ぐらいがね、中腰になって鍋囲んでたりとかして、で、あっはっとか思ってね、向こう向こうでわってこっち見るじゃんね、でなんか見られると気まずいし、見たら気まずいしね、なんかね、でなんかはぁみたいな、すいません見てしまいましたみたいな感じでお互いに、お互いにね、やったりとかね。そうですか、面白かったですけどね。なんでもね、少年野球終わってもジンギスカンね、あなんか体操体育祭運動会でもしたりする、もうすごいですよね。ちょっとねその文化についていけないっていう人もいるんですけどもね、なぜかジンギスカン、 PTA が集まってもジンギスカンですからね。少年野球の試合終わりでジンギスカン、勝っても負けてもジンギスカン ですね。で運動会もジンギスカン、でクラスのなんか催しがあってもジンギスカン、ですね。で PTA の集まりがあってもジンギスカン、で親戚集まってもジンギスカン、と思ってね、びっくりしますね。一回衝撃的なのがありまして、ハイキングの行き先が動物園だったんですよ。で動物園の中庭でジンギスカンやってましたからね。さすがにそれは、そういう場所があるんですか。ジンギスカンやっていい場所があって、そこにみんな車の中にガスボンベと鍋積んでいったり、 あとは近くのお肉屋さんとかがそのジンギスカンの肉とセットでプロパンガスと鍋貸してくれるんですよね。でそれを一気に持ってきてくれたりして、でジンギスカンやっていいスペースってが決められてて、ここはジンギスカンかジンギスカン不可ってのが書いてるんですよね。でここの芝生の上ではやっちゃダメだとか、なんかそういうのがあって、たまに芝生見るとジンギスカン不可って書いてますからね。芝生に入るなとかね、よく見ますけど、芝生に入るなではなくてね、ジンギスカン不可っていう掲示を他の人たちはどういう風に見るんだろうと思ってね、みたいな、なんだろうみたいな、猛虎襲来できないみたいなことかしらみたいなね、ちょっとなんか政治的メッセージを掲げてるのかと思ったりね、なんかね、突然ね、いろいろね。杉並区のみやごさんの妹さん、39歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ暑い日が来るだろうと10月に購入したそうめん6束を食べきりたいです。さっと茹でて食べきってしまえばよかったのですが、10月半ばに秋の気配を感じた途端、そうめんを食する気分がなくなりました。すでに寒くなったので乳麺でもいいかなと思いつつ、やはりそうめんは冷たい汁で食べたいよなとなり、早くも12月を迎えそうです。年内のそうめんは年内中に食べきりたいので、どうやって年越しさせないようにするか食べ方を考えています。ねえ、確かにそうめんね、そう、乳麺じゃないなんてね気持ちになる時ありますよね、やっぱり冷たいままで。なんだろう、お風呂上がりとかサウナの後とかにそうめんとかね、どうでしょうか。あとそうめんいなりってのがね、私どっかでいただいたことあって美味しかったですよ。あのいなり寿司のお米の代わりにそうめんをねちょっと細かく切るのかな、切らなかったな、そのままなのかな、いや切るな、ちょっと麺を切って、でお米状な感じにして入れると、そんなにこうなんて言うんだろう、口の中で長く持たず、ささっとこう口どけが程よくあってさっぱりとした感じで、紅しょうがなんかもちょっと中に入れてたような気がしますね。もしよかったらトライしてみてください。皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージの受付電話番号は03-3584-0954、 3584-0954 でオペレーターの皆さんがお電話をお受けしています。ファックスの番号は03-5562-0954、 5562-0954。 E メールのアドレスは日いてん@tbs.co.jp、 NICHITEN で日いてんです。抽選で5名の方に日天ノート、3名の方にはカルピスセットをプレゼント。さらにメッセージを紹介したすべての方にイラストレーター水川雅也さんの制作によるオリジナルポストカード、秋到来旅気分をお送りしています。今日のテーマは今年中にやっておきたいこと、皆さんからのメッセージお待ちしています。日天お出かけリサーチ、今朝は柳沢玲さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。新橋駅前にあるアンテナショップ、鳥取岡山新橋館に来ています。こちらで11月下旬から始まった期間限定のカニガチャをご紹介します。カニガチャ、はい、はい、1回500円で参加できるいわゆるガチャガチャなんですが、カプセルの中に1等から5等まで豪華商品が書かれた紙が入ってるんですね、はい、で1等商品は旬を迎えた松葉ガニ1杯ということで、平日に参加するために有給を取る人もいるほど人気になっています。
カニガチャを企画した鳥取県東京本部の川上和夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳥取というと鳥取砂丘や梨の印象が強いんですが、秋冬はカニなんですね。そうなんです。鳥取県はカニの水揚げ量も消費量も日本一なんです。2014年からは、松葉ガニのシーズンになりますと、県の名前もですね、カニ取り県、改名していろんなキャンペーンをしています。本当にいただいた名刺にカニ取り県って書いてあったのでびっくりしました。で、ね、はい、で今年初開催のカニガチャ、一等商品の松葉ガニは2万円から3万円相当ということで、これ採算取れるんですか？実はですね、知事もこの間の記者会見で言ってたんですけど、鳥取県ってものすごく商売が下手なんです。1日30名限定にしていますけども、もう本当完全に赤字です。やはり、こんなチャンスめったにないけ、皆さん食べに来てごしないや。いいと思います。商売上手より好感度高いと思いますよ。ありがとうございます。はい、でお店の開店10時なんですが、今日はもう開店前に30人に達してまして、開店と同時にガチャガチャ盛り上がって、もうすでに祭りの後といった感じです。そうだよね。はい、すごいあっという間でした。人気ですね。はい、もう早い人はですね、2時間くらい前から並んでることもあります。もうはっきり言って開店と同時に終了といった感じで、大変にぎわっております。で2等はカニパフェ、3等がうな重ならぬカニ重が店内のレストランで食べられて、その他お食事券やお買い物券が当たるなど外れなしのカニガチャですが、カニパフェって何ですか？はい、鳥取県産の、紅ズワイガニをたっぷり使ったパフェになっております。ですね、パフェと言いましても、あの生クリームとか甘いのは入ってませんで、カニのむき身ですとかほぐし身ですとかカニ味噌ですとかっていうのを新鮮な野菜と一緒に召し上がる、ごちそうパフェになっております。お惣菜パフェということで安心しました。そういえばこちらはですね、鳥取県と岡山県の共同でやっているアンテナショップですけれども、鳥取ばかりがこの時期カニで盛り上がっちゃって、岡山県スタッフと気まずくなったりしません？いや、そうなんですよね。実はですね、カニガチャの前に、松葉ガニをだいたい、そうですね、訳ありで8000円から1万円くらいで売ってるんですけど、その隣でですね、岡山県の牡蠣を売っております。で なぜか分かんないんですけど、牡蠣の方がですね、先に売り切れてしまうなんてことも結構ありまして、相乗効果でですね、鳥取岡山仲良く、頑張っております。はい、そうですね、牡蠣の898円がすごくお得な感じがするのかもしれません。カニガチャは来週の日曜日までということですね。はい、はい、そうです。川上さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は鳥取県のアンテナショップで開催中のカニガチャを紹介しました。時刻は10時33分です。さばいて日展、今朝の担当は若林優子アナウンサーです。おはようございます。おはようございます。お願いします。それでは先週起こったニュースがわかる日展ニュースフラッシュです。まずは先月11月28日月曜日、長野県塩尻市で女性が殺害された事件、警察は被害者の夫で県議会議員丸山大輔容疑者を逮捕しました。丸山容疑者は容疑を否認しています。同じく月曜日、俳優でタレントの渡辺徹さんが敗血症のため亡くなりました。61歳でした。29日火曜日、東京都立大のキャンパスで社会学者宮台真司さんが男に刃物で切りつけられ重傷を負いました。犯人は依然逃走を続けています。同じく火曜日、静岡県裾野市の保育園で保育士3人が園児を虐待していたことが発覚。園側が問題を隠蔽しようとしていた疑いも浮上しています。おしまいは月が変わって12月1日木曜日、年末恒例の新語・流行語大賞が発表され、年間大賞には村神様が選ばれました。それでは今日お伝えするテーマはこちら、快進撃で意外なトレンドワード。おととい金曜日の早朝、ネット上で突如あるワードがトレンド入りしました。それが今度こそは祝日にというもの。何のことかわかるでしょうか。この日あった出来事といいますと、ワールドカップですね。サッカー日本代表がスペインに歴史的勝利を挙げました。
実は先日日本がドイツを破った日にもこの祝日がトレンド入りしてるんです。きっかけとなったのは今大会最初の番狂わせを演じたサウジアラビアです。強豪アルゼンチンを破ったサウジはあまりの興奮に国王が翌日を祝日にしてしまいました。実際に会社は臨時休業となり予定されていた試験全土で延期になったそうです。で、日本は今回ドイツ戦に続いて今大会2回目の優勝候補撃破となりました。そこで今度こそ祝日にという声が SNS 上で拡散されたということですね。そうは言いつつ皆さん真面目に学校や会社に行かれたわけですけれども、そもそも祝日というのはそんなに簡単に作れるものなんでしょうか。どうやって作るのか。サウジアラビアの場合ですか。はい、日本の場合も含めて。日本の場合はそう簡単には作れないですよね。そうなんですよね、はい、まさにサウジアラビアは国王が立法権を持っているので、こう鶴の一声というものができるんですけれども、はい、日本では当然難しいです。祝日を新設するには国会で法律を変えないといけないんですね。この作業が結構大変です。例えば最も新しい祝日山の日、2016年にできましたけれども、構想から国会での可決まで6年、施行までにさらに2年かかっているんですね。トータル8年かかっていますけれども、これでも比較的スムーズなんだそうです。では現在全部で16ある国民の祝日、そもそも何をきっかけに作られたんでしょうか。結構理由いろいろあるんですよね、うん、例えば有名なのは体育の日、今スポーツの日と呼ばれるものですね、はい、1964年の東京オリンピックを記念して作られました。一方で先ほど挙げた山の日8月11日ですが、今一つこれ理由がわからないですよね、うん、何がきっかけなんだろう。なんか祝日作ろうっていうのが一番最初にあって、うんうん、で何の日にするかみたいなのが後付けみたいな違った、なんかそんな風な決まった時そんな風な記憶があるけれど、そうですね、あの、うん、諸説あるんですけれども、うん、意外な人物がきっかけと言われていまして、はい、それが村田秀夫さんの王将などで知られる昭和のヒットメーカー作曲家の船村徹さんです、うん、当時ふるさとである栃木県の下野新聞でのインタビュー記事の中で、海の日があって山の日がないのはおかしい、日本は山の国だと主張されました。これに乗っかってと言いますか、これを機に5つの山岳団体が動き始めたんですが、そのうちの1つの会長が自民党の谷垣元総裁だったので、そこからこうトントンと話が進みやすかったということですね。その他終戦をきっかけにできた祝日もあります。例えば子どもの日です。というのも戦前の祝日というのは多くが皇室の行事に関する日でした。そのためほとんどが戦後 GHQ に廃止されて、新しく子どもの日や勤労感謝の日が誕生したということですね。ちなみに当時廃止された祝日の中には、今では当たり前のある国民的行事が生まれるきっかけとなったものがあります。それが12月25日の大正天皇祭というもの。こちら大正天皇が崩御した日にちなんだ祭日なんですが、諸説こちらもあるんですけれども、この祭日ができた昭和初期に、まあ、みんな国民休みなので12月25日クリスマスを楽しもうという文化が生まれた、広まったとされているんです、ね、今ではもう皆さん当たり前にお祝いしますけれども、ここがきっかけだったんじゃないかと。でその後平成になりまして、海の日山の日が加わって少しずつ数が増えている国民の祝日。気になるのは次なる祝日ネクスト候補何なのかというところです ね, ね, ですね、はい、待望論が長くあるのが昔から祝日がない6月です、うん、中でも6月10日の時の記念日を祝日にしようという声が根強くあるんですね。その他、まあ、誰でも日付を言える日がいいんじゃないかと、7月7日の七夕大須恋でしたり、うん、日本らしく桜の日なんかいいんじゃないか、いろんな意見があるようです。このあたりネット上の声なんですけれども、実際に政治家が動きを見せているものもあります。それが海の日山の日に続くネイチャー系の祝日とでも言いましょうか、川の日です。
栃木市の市議会がぜひ祝日にと数年前に当時の安倍総理に意見書を出しているそうです。川、海、山、うん、もし認められたらこう風でも花でも土でも何でもありなような気もしてしまいますけれども、まあ、たくさんあればあるほど私たちとしては嬉しいというそんな祝日、はい、それがトレンドワードになるほど今快進撃が続いている日本代表、悲願のベスト8入りとともに3度目の祝日のトレンド入りにも注目です。はい、そうですね、40年前、30年前ぐらいは日本人が働きすぎだっていうふうに言われてて、なるべく祝日たくさん作ろうみたいなそういうムーブメントがあったんですが、今はもうなくなりましたね。そうですね、次できる祝日あるとすると何になるんでしょうかね。担当若林優子アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。青空が広がっています。今日は晴れ、北部山沿いでにわか雨の可能性があります。明日月曜日が微妙な天気ということで、熊谷では曇りマークなんですが、東京横浜では雨マークということになっています。今年中にやっておきたいこと、成田市のぐるぐるみーもさん、27歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。私が今年中にやっておきたいことは写真の整理です。歴代のスマートフォンのデータをクラウド上に保存していたのですが、10月頃に無料で使える容量のうち 90% を使用していますと警告が出ました。 100% を超えてしまうとメールの受信などにも影響が出てくるらしく、容量を使っているのは写真とのことです。警告が出てから空き時間に写真の整理をしていますが、全く進んでいません。一番古い写真は11年前の高校1年生の時の写真です。そっか、27歳だもんね。クラスのレクリエーションで1日かけ遊びに行った時の集合写真でした。まずはクラス全員の顔を眺め、名前を思い出す作業で整理の初日が終わりました。そうですよね。こんな調子で当時好きだった人との LINE のスクリーンショットや授業の記録を眺める日々を送り、現在は容量の 92% が使用されていますという警告が出ています。年内に 80% くらいにはしたいです。そうですかね、消しない作業ですよね。スマートフォンとかね、メモリの容量ね、はい、なかなかあの脅迫観念も強いよね。こうなんか間もなくもういっぱいだとかになった感じになると ね、私もスマートフォンを比較的長く使う方だったので、確かあれはiPhone4 というようなスマートフォンを去年くらいまで使ってたような気がしましたね。そうしますともう何ですか、 OS をダウンロードできないっていうことになりまして、次買ったスマートフォンに容量を移すためのその処方さえできないっていう、まずこの自分の持ってる iPhone4 を相当バージョンアップしないと次には引き継げませんみたいなことになって、でまず私の iPhone4 の中に入ってるメモリをとにかく整理しないと新しく OS をダウンロードできないからみたいなことになって、バージョンアップできませんなってなっちゃって、で写真を3枚くらいに厳選した覚えがありますね。なんかね、もう消しに消してね、でほらなんかクラウド上になんか写せるとか言うんだけど、クラウド上にそんなものはね、空中に私の記憶や記録を漂わせてはなるまいと思ってる。そう、なんていうんですか、そう、お空にあげるのはちょっと違うんだ。そう、はい、クラウド怖い至上主義だから情報は手元で、情報は手元で、はい、常にオフラインっていうね、常にオフラインで作業したいっていうのがあるからね。そうですか、ありましたね、と思いました。まあ、あんまりねこの辺の話しちゃうと相当危ない人だなと思われるんであれですけどもね。で行きましたよね、リンゴショップに。はいはいはい、リンゴショップに行きましたらね、どうでした？いや素晴らしい iPhone4 の使い方ですねなんて褒められましてね、そうですかみたいな、オンライン上にあれですねなんて言って、記録を一瞬でも保存したくないんですね、素晴らしい素晴らしい情報管理ですって言って、世界のリーダーたちはみんなその使い方ですなんて言われて、あそうですかなんて言って、素晴らしい危機管理ですねなんて言われちゃって、なんて、そして iPhone4 の使い方とても綺麗ですなんて言われて、こんな綺麗な iPhone4 私は入社以来見たことがありませんなんて言ってね、へえなんて言って褒められちゃってね、物を大事に使ってます。写真の整理ね時間かかりますもんね。3枚
枚に厳選できませんよ、なかなか。そうですよね。で当時ね iPhone5 かなんかをね会社から与えられてたんで、私 iPhone4 と iPhone5 の2台持ちだったんですよね。で合わせて iPhone9 にならないかってずっと言ってたんですけどねあんまり通用しなかったですね。どうですか、どうでしょう、どうでしょうかね。なんかねいろいろスマートフォンもねたくさんなっちゃって、なんかあの今なんかいろいろ情報とかのコンプライアンスが厳しくて、要するに自分の契約している携帯電話で仕事のやり取りをしたらダメだみたいなところもあるんですよね。なので仕事のやり取りをするときは会社が支給している携帯電話でやってほしいみたいな、で自分の携帯電話の中のメールから仕事の内容を仕事先の人たちに送受信しちゃいけないみたいな、まあ実際ちょっとやるんですけどね、相手が知ってる電話番号だからなのもあるんでね、そうするとこう結局スマートフォン2台持ちになって、でさらにその引き継ぎをしたりとかねするときにこう一瞬2台になってね、で、この1ヶ月の間に新しい方にやってくださいみたいな風に言って与えられちゃって、多いとき手元に4台あるんだよね、なんかねもうちょっとしたなんか中古機器ショップみたいになっちゃって、なんかもう時代は進んでるはずなんだけども ね自分が追いついていないという、ゴトンゴトンって、ね、並べてらしたですね。安住紳一郎の日曜天国、サッカーワールドカップセルビア代表ミリンコビッチ・ミトロビッチ・ストイコビッチ、離婚の原因性格不一致、お聞きの放送は TBS ラジオです。時刻は11時です。この後は今日のゲスト清水美智子さんを迎えします。どうぞお楽しみに。それでは今日のゲストです、清水美智子さんです。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。お忙しいですね。いえ髪の毛になんかついてますけどね。本当ですか、なんかクリームみたいなもん、ね、あ本当ですか、すいませんよっぽど忙しいんでしょうね。ニベアかな、すいません、ニベアかね、ハンドクリームが前髪についてました、すいません。貧乏くさいですね、やっぱ白いやつがやっぱり時代劇でいますよね、なんかね、ここだけ白髪になってる人。そうそうそう、1年8ヶ月ぶりということで8回目になりますけれども、8回目なんです ねもう相性がいいんですよこの番組と ね、 とね、8回ってのはなかなかです。清水美智子さん、岐阜県高山市の出身、学生時代にラジオへの投稿を始め、福岡のラジオ番組で構成作家を担当、1986年の初ライブをきっかけに松任谷由実さん、桃井かおりさんなどのモノマネで注目を集めます。毎年開催される日本武道館でのワンマンライブは年末年始の風物詩となっています。ありがとうございます。来年1月2日も武道館ライブ決まってるんですね、うん、そうなんですよ、第9回ということで。第9回、そうなんですよ、ぜひ皆さんも いらしてください、よかったらね。まあ1月2日ってねなかなかだよね、誘いづらいですよね。そうでもね、私12月30日もやってたんだけど、はい、1月2日の方がみんななんか予定が組みやすいらしくて、年末ってやっぱ組みにくいんだね。ああそうかもしれません、うん、年明けた方がそう暇みたい、すがすがしく私今年お邪魔させていただきました、ね、あマジで、わ嬉しい、中澤さんすごい楽しかったです。あなたはできると思ってたんですよ、できる子だって。そ自分のライブに来る人を露骨に褒めるスタイル。でもなんか ひっそり来てくれたことあったんだよね。そうですよ、ね、私はあの清水美智子さんが、うん、その東京じゃなくてちょっと千葉の松戸とか静岡の清水市とかでやるそのちょっと地方でやる時のライブが好きなんですよ。すごいな、上級者ですね。ちょっとねあれなんですね、あこの土地で受けるんだと思うとそこグッと押してたり。そう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 、地元のネタをねタをちゃんと入れてやり手ババですで武道館ライブを前に全国ツアーが先月から始まって、11月12月忙しいんですね。うん、全国ツアーが半年くらいあって、その間に武道館があるっていう感じで、はい、うん、12月11日日曜日は広島、16日金曜日大阪、18日岡山、24日熊本、25日福岡。そうなんですよ、わあ、夏はね、はい、でもちょっとコロナも明けましたんで、うん、地方に行って、うん、ファンの皆さんに会うの嬉しいですね。嬉しい、やっぱり喜びが全然違う感じです ね、うん、ね、自分の中でも今まで なんか感謝足りなかったなって思うくらいに本当にありがとうっていう気持ちになってます。そうですよね、うん、やっぱりお客さんに笑ってもらうっていうのが一番なんかこう、うん、自己実現っていうかなんか、あそうそう、そんな感じ、うん、
いいこと言うね。いやいやいや、でもいや、うん、そうですよ。本当やっぱりなんかお客さんに受けた時が一番なんかこう、そうね、やったぜって感じですよね。うんうんうん、なんか幸せな感じがしますね。さてその全国ツアーなんですが、はい、清水ミチコリサイタルカニカマの夕べっていうね、うん、ちょ一瞬二度見してしまうようなタイトルなんですが、このカニカマの夕べっていうのはそうなんですよ。ちょうど私カニカマ人生論っていう本を出したところなんですけども、はい、それもなんでカニカマかっていうと、本物のカニにはなれないんだけど、はい、カニカマってそのカニみたいな感じを私醸し出しますんで見てくださいみたいな芸風なのでまあ、ちょうどねあの杉尾っていう会社がカニカマ作って50周年、はいはい、あ、そうですね、でユーミンさんも誕生して50周年ということで、あのちょうど コラボして自分の中で、はい、いけしゃしゃと私の中のユーミンさんをこう呼び出してね、うん、カニカマも50周年だよということ、そうなんですよ、ちょうどいい 100周年ですよ合わせんなそう、清水ミチコさんのライブに行った時に、うん、そうお話で、うん、今日は他にもさまざまなアーティストが都内でライブやコンサートやってる中、うん、清水ミチコのライブに来てくださってありがとうございます、うん、で皆さんはカニも好きだけどカニカマも好きなお客さんって言って、カニカマはカニカマで美味しいよねっていうそんなこと言ってた本当そうですね。矢野明香さんのコンサートも行きたいんだけど、うん、矢野明香さんのモノマネをする清水ミチコさんを今日は聞きたいって日はありますよね。チープな感じでね。それはそれでね、今日はそれ聞きたいんだっていうね。ありがとうございます最近はいろいろ自治ネタなど清水さん精力的にやってますけど、うん、注目は2022年ありましたか、モチーフは。注目は私の中では、はい、やすこですということで、自衛官のやすこさんを時々いいですね、はい、ライブなんかでやったり、あとラジオなんかで出したりしてますね、はい、あとあの感動的なところでは、あの高畑敦子さんの朝ドラのバンバ役のセリフで、まいよバラモンタココタドガン向かい風に負けんとたくましく生きるとよ、うん、どうですか、感動しました座ってください座ってください、立ってないですか、立ってないですか、立ってない、座見えたんだけどそれはみちこさんが朝ドラのファンで感動したからそれはじゃないですよ、私が感動すればそれを表現すれば伝わってくると、伝わってじゃないか信じてるんです。そうですか、ね、そうです。あとごめんなさい、傍ら痛いじゃないんですよ、いやいや、ね、表情にちょっと待ってくださいね、あのあんまり聞かないんですけど、私パククネ元大統領のモノマネ大好きで ありがとうございます。日本語喋る元、韓国大元大統領の、あ、私はいろいろ反省したけど、やっぱり世の中でそんなに根っから悪い人間なんていないんだよ。憑依してる、日本語を話してるパククネ元大統領って、ね、ちょっとね、これカニカマの中でも珍味な方ですよね、うん、あんた幸せですよ、いやいや、そう上からちょっとね、瀬戸内寂聴さんにも似てるんですよね全然違いますよ、ね、違います、寂聴さんも下ろしましょうか、はい、私の場合はね、こんなにね可愛らしい声なんですよ。それからね、ちょっとこちょこちょこちょってやってるようなね、そういうね明るさがあるというのがね、やっぱちょっと違うところ、ね、パククネさんまだね、ちょっと暗さがありますよね、まだ私が言ったんじゃないですか、憑依したんだからしょうがない、ほら全然違う、そうか、やっぱり実際比べてみると違いますよね、聞く側のセンスも大事だからそっちでね、似てるところを探してほしいから、そうです、ね、今日は清水ミチコさんにこのテーマでお話を伺います。清水ミチコさんカニカマラジオコラム、まずは一気に紹介します、うん、清水ミチコさんカニカマラジオコラム、その1ファミリーヒストリー、その2よっちゃんごめんね、その3私とは正反対、以上の3つです、うん、さて清水ミチコさん5本も出されたということで、そうなんですよ、かなり私も清水さんのことで知らないことが書かれていて驚きましたし、読んでくださったんですね、ありがとうございました、はい、いやもう面白いです、読み応えがある。前も話聞きましたけど、清水さんのお父さんがね、岐阜高山ではすごくこう有名人というか、そうそうそう、バンドマンでその、はい、エル・キューバーナっていう、あのバンドを組んでたんですよね、なのでウッドベースが担当だったんですけど、バンドリーダーということで、
結構みっちゃんのお父さんはジャズマンですごかったって話を急、うん、近所の方から聞いてたんですよね、で弟が音源があったってことで、はい、この間聞かせてもらったら、ハワイアンで、なんか昔は、洋楽のことを全部ジャズって呼んでたらしくて、ジャズじゃねえじゃん、のどかじゃんって聞いたことありました。見つかったんですか音源が。そう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 、うん、嬉しいですね。そうですね、でもまあちょっとジャズじゃないっていうのが、うん、何度もなんか心の中に、いろいろジャズって呼んでたんだ、そうなんだって。で岐阜の高山で喫茶店やらお店、たくさん経営されてたんですよね。そうですね、いっぱいやってましたね。今もお弁当屋さんまだ残ってるんですけども、はい、スタートは清水屋商店というお店で、はい、果物とか贈答用のモロゾフのメリーとか、のチョコレートとかね、はい、そういうなんかロゴが珍しくって、結構子供心にうっとりしてましたね、で今は弟さんがお店やってらっしゃるんですか。そうです、ジャズ喫茶を継いでおります、だから当時は清水美智子さんも岐阜に戻って、お店の家業の手伝いしてくれみたいな。そう、いくつかあるんだから多分私の長女の私がいくつか継ぐんだろうなって思ってましたけど ね、そんなお父さんですか。あと、ほら壁の穴のパスタの高山店、よく知ってますね。前ラジオで、ね、お話いただきました。あ、そうだったっけ、私たちの世代だと、あれですよね、たらこスパゲティとか言うとまだ当時そんなになかったから、なかったからね、珍しかったから、珍しかったから、渋谷のあそこの道玄坂の壁の穴っていうね、有名なパスタ屋さんがあって、あそこでうちの父親が感動して、なんて美味しいんだってことで、そのスパゲティにソースじゃなくって、絡めるっていう発想が今までなかったから、うちでぜひやらせてくれってことで、すぐ商談になって、それでなんか銀行から借金して、それでなんか一応店高山店をね継がせてもらったんですけど、後で気がついたんですけど、高山で海鮮もやっちゃダメなんですよ。やっぱ山のもので行かないと新鮮味がなんかイメージがね、ちょっとイマイチってところがあって、だから冷凍庫ばっかりいっぱいでしたね。いやでも行動力ありますよね。そうですね、そうですね、カフェの穴高山店、フランチャイズやって、やりましたね、パスタ得意ですよ。だからそれで家族がみんな10キロぐらい太ったしね、カフェの穴やったら美味しい美味しい、食べるもんだから。そう、そしてお母さんですけれども、この間私も徹子の部屋見てて驚きましたけれども、お母さんの話あんまり清水さんから聞いたことなかったんで。そう、うちちっちゃい頃に、赤ちゃんの頃に離婚しまして、それで私が4つになった時に再婚して母が来たんですけど、そうですか。そうだから私はすごいその人に甘えて、仲も良かった、未だに仲もいいんですけど、ある晩ね、なんか夜中に、鈴木恵子を返せっていうなんか吠えるような声が聞こえてきて、外からですか。そう、なんか近所の人みんなとにかくお母さんとお父さんの結婚反対してたみたいで、あんなうちに行っちゃダメだっていうふうに、言われてたみたいで。お母さんの旧姓が鈴木さんっていうんですか。そうなんです、そういうの忘れてた。だからお母さんのことを俺たちのもんだから返してほしいみたいな感じで、それを清水さん家の家の前で誰かが吠えてるんですか。吠えてましたね。本当のこれは本気の声だなって子供心に思ったし、なんかうちの母さんはなんか転がるように笑ってました , 笑ってましたか。すげえ笑ってた。じゃあ4歳くらいだからなんとなく新しいお母さん来たなっていう感じで、ちょっと家の中が華やいで、そうなんですよ、もう全然カラーテレビが来たっていう感じでした。もう全然生活が違う、やっぱり女の人で若くって、アイデアがある料理作ってくれるとか、一緒に作ってくれるとか、そういうことが初めてだったので、それまでは祖母が育ってくれたので、全然祖母雑と思って、もう全然嬉しかったですね。潤いが違った生活の、またでもきっと清水さんですからお話面白がってお母さん聞いてくれたんじゃないですか。そうですね、よく笑ってくれたけど、一番印象的なのは私がクラスの子にこんなこと言われた、悔しかったって、怒りをすごい爆発させたことがあったの、そしたらお母さんがなんかハンカチで目頭を押さえてたんで、そんなにショックだったのかなと思ったら、それもやっぱりあんたが怒ると一番面白いっつって、なんか泣いて笑ってたら私怒ると面白いっつって、すっごく面白いっつって、いまだにそれは言ってるうちの方が、テレビで見ても、もっと送った方が面白いんだよ。モノマネより面白いって言ってた。なんでだよ。いやそうです。やっぱり
あれですね、お父さんがモテたんですね多分ね。ああそうですね、楽器やったりとか、うん、面白いこと言う人ってモテたからね、それで鈴木慶子改正ってい うちの町のアイドルが、うん、なんで清水さんとこの5歳に入っちゃったんだみたいな。そんな感じでしたね、そして弟さんが生まれてということですね。そう、可愛くて可愛くてもう本当になんか、よく おむつを替えたりとか、はい、もうでよちよち歩きになるとなんか友達ん家にも連れてって一緒に遊んだくらいに、はい、そうですか、可愛くてしょうがなかったです。弟さんがだから清水さんのライブに一緒に出たりするんですよね。未だにそうなんですよね、だからベースとかウッドベースとか、はい、ギターとかピアノ三味線なんかもやってるんですけど、はい、楽器がすごく好きなので重宝しますし、はい、今もあのライブの私の曲のアレンジなんかもね重宝しますしってなんかちょっと本当に便利なんですよ。私も便利な人が大好きなんです、そうで早いし安いし、安いっていうかただだしうまいなって思うんだよ ね、そうですよね。安住さんもお姉ちゃんいるんだっけ。はい、姉がいます。そうだよ ね、なんかわかる。そうですか、うん、そうなんです。言うこと聞くもんね。もうねあれなんですよね、小さい時のやっぱり刷り込みなのかわかんないですけど、そうなんだよね、マインドコントロール解けないんだよ、一生解けないんですよね。でなんか迎えに来いって言われてないのに羽田空港に11時20分に着きますってメールが来るとすぐ反射的に迎えに行った方がいいんでしょうかとか全然いいでしょうかね、でも絶対結婚しないって言ってる、やっぱり。あそうですか。安住さんは別に決めたわけじゃない、ね、決めたわけじゃないですけど、うんうんうん、そうですね、うんうん、そう姉がねしっかりしてるとなんかこうその少しこうなんですかね、人生の満足感みたいなのがすごい出ちゃうのかもしれないですねそんなことってあんの。面白いね。なんかもう甥っ子とか姪っ子が立派になってるのを見るだけでなんかちょっとこう、あそうだったね、満足みたいな、うん、子供いるみたいな、代理母じゃないですか。そうですねなるほどね。さて清水美智子さんのカニカマラジオコラム2つ目は、うん、よっちゃんごめんね。そうなんですよ。よっちゃんは前もお話しくださいましたけど、うん、とにかく清水さんをこう乗せて乗せてこう笑ってくれてっていう、笑ってくれて、それで笑いに厳しいからそんなに笑わない時もあるし、どういうとなんていうの、私がすごく頑張ると引くっていうか笑わない感じがするので、自分は自然体の方がいいんだなっていうことを学ばせてくれたのもよっちゃんだったんですけど、私はちょっと気がちっちゃいところがあって、あのよっちゃんととにかく仲がいいから同じ高校を受験しようってことになったの。でよっちゃんは頭がいいから地元一の進学校を受験できたんだけど、みっちゃんと同じにするねっていうことでランクを2つ下げてくれたの。え、清水美智子さんと同じ学校、うん、高校に行きたいから、うん、志望校を変えたんですか。そうなんですよ、そのくらいになんか仲が良かった、で私も絶対合格するって言ってたんだけど、はい、それが逆にプレッシャーになってきて、親もなんかすごい期待してるし怖くなって、それでなんかあの半分ぐらい回答するとあの試験の日ね、用紙をもう裏返して伏せてしまったんですよ。もう怖くて体が震えて、でも絶対ダメだろうなとか思ったらやっぱり全然ダメで、はい、すっごいその日は暗い一日になりました、清水家始まって以来の、でも母はなんかそんな人生の中でね、うん、小さいことだから気にすることないって言って、はい、あの慰めてくれたんですけど、父親はもう目が真っ赤で、はい、すごい弱々な人間になってて、女の方が強いなってちょっとその時は。いやでも美智子さんあれですね、やっぱりちょっと当時は繊細っていうか、そうですね、弱かった、うん、鬼ごっこなんかもすぐに自分から捕まるんですよ、怖くて捕まるのが怖くて、なるほどそれぐらいなら自分から、そうそう、うん、自分鬼になりますんでっつって、じゃあ受験会場で最後までなんとか粘ろうっていうより もう怖くなっちゃって、無理無理無理、その後に出されるこう結果が怖いからもう途中でもう裏返して付け伏せって、そうなんですよ、だから それがなんか、多分私は一生このままなんだろうなっていうコンプレックスにもなりましたね、その時はね。いやちょっとね今だったらね、ちょっと心の内聞いて抱きしめてあげたいような気持ちになりますけどね。ありがとうございます。でも今でもいいですよ今はもうお強くなられてるんです、ね、なんてこの武道館で阻止するのやめてもらっていいですかストップです、ね、ちょっと犬じゃないステイ。いや緊張感とは逆の、ね、今はもう強くなりました、お見受けするのに、やっぱりアーティストっていうかやっぱり、そうなんですよ、でも常人では考えられないやっぱり繊細さとやっぱりもう
ね、両面なんですよね。あ、そうかもね。いや、と思いますよ。だけどだんだん変わってきたのかなと思って、そういう芸人にも慣れたしね、はい、だけど ある日バラエティの収録があって、でもそれがすごい怖くて怖くて、はい、やりたくなくって、うん、休みたくって、うん、でプロデューサーに、うちのマネージャーもうちの社長さんも、はい、出ないなんてことありえないから、ちゃんと出てって言われて、はい、そうだプロデューサーに直談判しようと思って、本番前日ぐらいに、前日に怖くなって、うん、嫌だと、うんうん、すいませんちょっと出たくないんで、ちょっとなしってことにしてもらえますかって、言い訳ないじゃんガチャって切られてプロデューサーもしかしたらもうそういう出演者の心理分かってたのかもしれないですね。分かってるのかも分かんないですね、うん、だから笑われたっていうこともちょっと救いになったっていうか、うん、そっからはもうメンタルトレーニングの本とか、心理学とかそういうのを結構読むようになった、はい、で強くなった実際、信じられないですよね。だから本当に人前に出るのが得意で、本当に全くねこう恐れることなくやってるのかと思ったら、もう今でもだから、うん、そうですね、プレッシャーあるよ、うん、結構だから大物の俳優さんとかでもやっぱり舞台前とか、いや僕はもう出たくないんだとか言ってね、なんかね、いる、うん、自信がないとか言って、本当にそういうことを最後まで周りから見るとね、いや何言ってんですかってね、冗談かと思うのかもしれないですけどね、和田アキ子さんとかも本番前ね、いまだに手震えてたりとかして、私も最初見た時嘘だろうと思ったんですよ。こんな芸能界でね、怖いものなしの人がなんで本番前にこんな緊張されてるんだと思ったら、不思議だね、あずみ君緊張すんのよ本番前は、なんてガタ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 震えて、あずみさんは全然今はなくな、最初はやっぱあった、いやいや今もね緊張します。本当ですか、でどういう時は、生放送の時、生放送の時で、これはもしかすると時間内に入らないかもしれないとか、そういう時はねすごく脇汗がすごいことになりますね。あれね、神経ってどうなってんだろうね、なんで脇に行くんだろうね。そういや本当余計焦るじゃん自分がね、なんかそのあれですよね、脇の下の感染となんかの感情つながってるんだと思うんですよね。そうだよね、脳と。そうなんですよ、緊張して脇汗かくときとかかないときあるんですよね。でなんかこう長縄跳びで入るタイミングをこう延々こう30分ぐらい見せられてるときにかく汗みたいのがあるんですよね。何それ。いやでなんかインタビュー、新しい汗出た。インタビューとかで話が止まらない大御所のタレントさんとかの話を止めなきゃいけないっていうのを15分ぐらいタスクとして課せられたときにものすごいかくんですよね。そうか、そういうのに弱いんだね。そういうのに弱いみたいですね。そうだよね、だってテレビの司会って大体人の話をぶった切らなきゃならないから、そうなんですよ、そういう人じゃないと務まらないもんね。そうなんですよね、なので話ぶった切ってる時でももう命かけてぶった切ってると思って聞いてください、これ見てもらったら分かります。これ見てもらったら分かります。いやそうですか。よっちゃんはその後、その後でもなんかあまりにも悪いって思っていまだに謝ってないです、その件に関しては。結局だから高校、別の高校行ったってことですか。別の高校行ったんですよ、だから土日だけ集まるみたいな2人で。ああそうですか、今も武道館時々見に来てくれるんですけど、やっぱちょっとなんか普段の自分でいろっていうふうに思いますね。ハイになるとよっちゃんが引くってのがあるから。よっちゃんの教えが、よっちゃんの教えがいまだに。さて清水美智子さんにお話を聞いています。カニカマラジオコラム、おしまいは私とは正反対。あ、そうそうそう、うちの子供が私と全然正反対で、すごい真面目なんですよね。そうですか、で小学校の時に3社面談、2社面談があったんですけど、何も問題ないですって言われて、すぐ終わって、でありがとうございましたって帰ろうとしたら、ちょっと個人的な話聞きたいんですけどって言って、大概そういう時ってジャジニーズの誰々さんと知り合いですかとかそういうことあるんだけど、誰々のファンでお話ししたことありますか。どうやったらあんないい子に育てられるんですかって聞いて、自分が子供が持った時にね、育て方を知りたいのでって言われて、でもなんかその時その嬉しいはずなのに、結構いい子ぶってるって思われてんじゃないかとか、阻害されてんじゃないかとか、そういう心配になったぐらいでしたね。お母さんが芸能人だから目立ったらいけないとか、もしかしたらそういうことあったのかなと思って、ちょっと心配になりますね。でもやっぱ考えてみたら、ちっちゃい頃からその転んだ時もぐっとこらえるようなところがあって、さっき泣かずに偉かったねとか言うと、なんかみっともないと思ったから泣くのだけはしないって思ったとか、そういう強さがありましたね、5歳ぐらいの時に。そう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 、立派ね。あ
と割といじめっ子っていうかね、ボスキャラの女の子がちっちゃい頃いたんですけど、はい、その子に、まあ、みんなが従うわけ、でその子が帰った時に、はい、私が良かれと思ってその子のモノマネを したんですよ。我ながらうまいと思ったんです。そしたら後になって夜になってうちの子が、はい、ああいうことはやめてくれるって言ってだよ、やめてくれっていうのはやめてくれよ。こっちとしてはね、こっちとしてはレパートリーできたと思って笑わせようと。そう、すごい大人なんですね。ねえ、そうですよ、ほんと。いや、それは今もじゃあ考え方変わらず。そうですね、今もけもう結婚しましたけども、はい、結婚式もすごい地味で、はい、コロナ禍っていうのもあって、早く終わるっていう感じで、はい、まあそれはちょっと今の若い人っぽくてね、うん、かっこいいなと思ったんですけど、びっくりしたのはその新居で、はい、テレビどこに置くのって言ったら、うん、テレビなんか買わないですって2人で半笑いで信じらんないみたいな感じで今の世代ってそうなのってびっくりした。お母さんの主戦場なんだけど。そうですね。見てよ私を。そうです。娘さんは、はい、あれですか、ライブとかは来てくださる。うん、来てくれる。うん、来年も来てくれますね。そうですか、はい、感想は何か言ってるんですか。いや、いつも褒めてくれますね。あ、そうですか。引き気味に褒めてんじゃないかな。本当にちょっと立場逆ですよね。そうなんだよ、うん、母親がちみたいな。そうなんですね、うん、よかったよ、よく、うん、よく頑張ったねみたいな。あれとこれはよ分かってよく笑ったけど、これは分かんなかったとか、そういうことですよね。具体的に言ってくれる。さて、1月2日の武道館ライブ、うん、今年は何かあれですか、プログラム考えてるのあるんですか、これはというのは。そうですね、あのやっぱり瀬戸内寂聴さんをもう一回こう誕生させてアドさんと一緒にコラボするみたいな感じをね、自分の中であったりとか、まあ、あとユーミンさんの50周年ということで、はい、ユーミンさん多めにユーミソということでね、なってます。ユーミンじゃなくてユーミソですね。ユーミソです、はい、楽しみですね。ぜひ来てください。武道館はやっぱり一つの会場というよりも、何かやっぱりもう会場に向かう下した降りた時ぐらいからこうなんかワクワク感あるよね。ありますよね、うんうん、あれなんでしょうかね、何なんだろうね、うん、なんかこう独特の神聖なっていうかルーツがね、うんうん、遡っていく感じ、うん、そう、あとタイヤスモンのとこね、くぐる感じとか、うん、そうですよね、うん、直角に曲がって、そうそうそう、で遡って、それでなんかくだらないことをやるんだからね。なんかすごい気持ちいい。そうですよね、そこまでしたのに、うんうん、武道館ライブでなんかちょっと物足りなかったなって感想あんまり聞かないですもんね。 あそこなんかそう、そういうものを地面が持ってるのか分かんないけど、うん、良くなかったってアーティストいないですよね。絶対に面白いんだよね、どんな人でも。そう、人任せじゃないですよ、ちゃんと努力もしてますって言ってたけど、監修を満足させる人たちがやってるから満足。あ、いいこと言った。そう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 。適当だから。適当。改めまして、今日の日曜天国はゲストに清水美智子さんをお迎えしています。お邪魔してます。今日お話しいただいたエピソードも収録されている清水美智子さんのエッセイ、カニカマ人生論が幻冬舎より税込み1540円で発売中です。そして清水美智子さんのステージを生で見たいという方にお知らせです。来年1月2日月曜日、清水美智子リサイタル in 武道館、カニカマの夕べが日本武道館で開催されます。開演は午後4時、チケットは6800円、お土産付きです。詳しくは清水美智子さんのホームページをご覧ください。はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。チケット6800円、うん、お土産付き、そうです、ね、ねえ、うん、お得ですよね。そうですよ、あのいろんな一流のスターがたくさん出てくるわけですからね。そう考えると、そう考えると割ればね、30人ぐらい出るんですから、200円ぐらいになるから、割れば割るな割るな。そして赤い表紙が目につきますけども、カニカマ人生論という本ですね、うん、かわいい、清水さんの比較的真面目なエッセイ集と、そうです、いうことですね、うん、早乙女恵子さんのイラストで、大好きなんですよこのイラスト、ね、かわいいですね、なんか昭和テイストだよね、うん、そうですね、昔の学習雑誌とかの表紙になりそうな感じですけどもね、メールが来ています、はい、この方は TL125 さん、うん、先日ラジオで披露されたデヴィ夫人のドンペリの話がとても良かったです、お願いできますか。私もうドンペリを広めたのは自分だと思ってますね。そこから柳のお島さんという方が同僚におりましたね。柳のお島でございます。
最近は銀座もね客室が変わりましたからね会ったことないけども多分こういう感じじゃないかっていう新しいモノマネを柳の島でございます武道館出てるかどうか運次第です。そうですか。あと瀬戸内寂聴さんお亡くなりになって、うん、もうちょっと何の話していいか分かんない感じなんですけど、もう清水さんの中ではもう次の瀬戸内寂聴さんがいるわけですか。そうなんですよ、いるんですよ。ノットデッドということでね、いつでもね蘇ることができるんですよ。やっぱりね魂のね格が高いとねこういうことができるんですよ。ですか。もうね本当に寂聴さんが言った言葉なのか、うん、美智子さんが言った言葉なのか分からなくなるときあるんですよね。そうですね、適当力っていう本をね今度出したいと思います。あとごめんなさい、リクエストばっかりで。どうぞ。もうちょっとファックスの受信音っていうのはもう若い人がファックス知らないから、なんでそういうさ人味なやつ、パククネさんとかさいまいちヒットしてないやつばっかり出すの。コンサートでリクエスト募集するんですよ、したら常連さんが手を挙げてあれやってくださいとか言うんですけどね、ちょっとねなかなか出てこないリクエスト。じゃあ最後にこれをお別れの、はい、さよならって書いてあるファックス音を、ね、はい、今日のゲストは清水美智子さんでした。放送事故じゃねえか。ありがとうございました。ありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、おせち料理に使うくわいの出荷が最盛期を迎えています。芽が出るくわいは縁起物、大きく育てくわい春一、 TBS ラジオ FM905 AM954。 今年中にやっておきたいことをメッセージいただいています。紹介します。熊谷市のかまちんさん、41歳女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。今年中にやっておきたいことはローストチキンを作るです。昨年のクリスマスの翌日、知り合いからうちはクリスマスは必ずローストチキンを作る、家族からとても美味しいと好評だ、レシピは自分のオリジナルなので他には載っていないという話を聞きました、うん、へー、じゃあ私も作ってみたいですと私はその場でレシピを教えてもらいました、はい、数日後その人からローストチキン作ってみたと聞かれました。まだ作っていなかったので、まだ作ってないんです、近いうちに作ろうと思っています、楽しみですと答えました、はい、それからまたしばらく経ってローストチキン作った？と聞かれました、まだ作ってないんです、せっかくなので気合を入れて作りたいのでスペシャルなイベントのある時に作ろうと思っていますと答えました、はい、それからは何か行事があるごとにローストチキン作った？と聞かれるようになり、その度に私はまだ作ってないですと答えるのがお決まりになっています。しかし間もなく1年経ってしまうので、さすがにもう作って報告しなくてはと思っています。ローストチキンを作ることは今年中というかクリスマスまでにはやりたいです。美味しく作って感想を伝えなければならないと思うとプレッシャーです。頑張ってください。そうですね、そうね、いいね、作ったってね、嘘言っちゃってもいいんだけど、嘘つかないところがこの人の良さだよね。そうですね、うん、毎度ね、毎度ね、うん、何度聞かれてもね、何度聞かれてもね、はい、うん、いやまだ作ってないです、うん、まだ作ってないですっていいですね、正直、うん、はい、むしろこれで20年ぐらい引っ張るっても手だけどね、なんかね、そうです、いいかもしれないね、はい、なうさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。大晦日までにお茶を立てられるようになる、今年中にやっておきたいことです。来月早々に結婚する長男が婚約者のお嬢さんと大晦日我が家に帰省するそうなので、我が家の一番暖かく気持ちのいい部屋をきれいに整え、暖かくて気持ちのいい敷毛布を買って、そしてお抹茶が大好きなお嬢さんに恥ずかしくないお茶を立てられるよう、茶道経験豊富な友人からお茶の立て方を学ばないとと思っています。ああ、そうね、確かに、ちょっとね歓迎の意味を込めてね、そうですね、うん、それは喜ばれるでしょうね。そうですね、忙しいですね、うん、お嬢さんに私嫌われたくないからさ必死だよね、うん、笑顔が可愛らしく優しく聡明で、でもとても芯の強い素敵なお嬢さん、できる限り心地よく過ごしてもらえるようにもてなしてあげたいのです。でも唐揚げの一番美味しそうなところは私が食べちゃうよ、お母さんそんなに少なくていいのですか、私の唐揚げ少しあげますと言われたい、そしていいのいいの、あなたがたくさん食べてと言って株をあげたい、終わり盛り上がってね、気持ちがね、さっきの方、それ、そう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 、うん、さっきの方がもうその
息子さんの結婚相手とのやり取りを妄想してるってことだね、うん、まあでもきっとね、うん、いい方が来たんじゃない多分ね。そんな気持ちでね、うん、迎えてくれるっていうことがあるんですね。違ったんですか。いやいや、なんかそういう立場になってみないとわからないから。そりゃそうですよね。ね、お茶を立てて、お抹茶をね、うんうん、立ててあげたいっていうね、うん、いいじゃないですか。いいよ、唐揚げ、うんうん、どうぞどうぞ。でも一番やりたいシチュエーションはこの唐揚げの譲られるところが、ね、どうやら一番やりたいってことですよね。やってみてくださいいいよね、自分の理想があるからね。そうですね。今年中にやっておきたいこと、鹿児島からいただきました。ありがとうございます。かぼちゃ屋さん、男性の方です。今年やり残したことはタピオカドリンクを飲むことです。恥ずかしながら人生で一度もタピオカドリンクを飲んだことがない私は、ここ数年、今年こそは飲んでやると強い意気込みを持ち生活しているのですが、今年もタイミング悪くタピオカドリンクを飲まないまま年を越そうとしています。とは言いつつも、小心者の私はタピオカ店の前に若い人たちと並ぶ勇気もなく、指を加えてタピオカを羨んでばかりです。今年も1ヶ月を切りました。勇気を出して店に並び、タピオカを飲むことができたら人生初のタピオカの味をしみじみと噛みしめたいと思います。そうですか。そうですか。ねね、ぜひぜひ、うんうん、いや緊張しますよね、ちょっとね。そうかもしれませんね、ね、タピオカドリンクね、ちょっとね、多分勝手に年齢を上と見てますんで、喉につっかえないようにしてください世田谷区の水色メガネさん、女性の方、ありがとうございます。ありがとうございます。今年中にやっておきたいこと、お正月までに花札のルールを覚えなければなりません。子供時代はトランプやカルタでお正月を過ごしていた私ですが、いとこの家では花札が正月の恒例行事です。今までに何度か花札覚えなよ、一緒にやろうよと言われていて、その度にうん、そのうちにねと交わしていたのですが、いとこの家族も減ってしまい、いよいよ私が加わらないとゲームにならないようなのです。花札自体は綺麗で見るのは楽しいのですが、ルールを覚えるのが少し面倒でした。詳しくはお正月にいとこに教えてもらうとしても、基本の遊び方は年内に覚えておこうと思います。ちなみにいとこ家族は花札の他にも麻雀もするので、麻雀のルールも教えてもらうことになりそうです。いくつになっても初めて何かを覚えたり習ったりするのは少しの緊張とワクワク感がありますね。そうですよね、確かにそうね。大人になってからね、大人になってから50、60、70、80になってから麻雀覚えた方、麻雀夢中になってる方多いですからね、楽しいですよね、やっぱり ね、できるようになりたいですね、はい、あの心理戦になったりとか、その人の性格が出たりとかしますからね、楽しいと思いますよ、麻雀ね、はい、私はね、麻雀やるんですけどね、麻雀めっぽう弱いんですよね。あ、そうですか。もうテンパになった瞬間にもう100人が100人分かっちゃうっていうね、あ、安住がテンパったってのすぐ分かっちゃうんですよ、ね、顔に出ちゃうみたいね、急に黙っちゃうみたいで、あ、そうですか。挙句にはなんか、テンパってないよとか言っちゃう最悪だあれなんつって、ただ可愛いところが終わりですね。全然嘘がつけなくてねたくさんのメッセージありがとうございました。安住紳一郎の日曜天国、縁の下の力持ち、おいしさ長持ち、便利な切り餅。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。 TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それでは1982年昭和57年発売、渡辺徹さん、約束に乗せて、今日の当選者の発表です。日展オリジナルノートの当選者は、東京都大田区のケンさん、中野区の花さん、神奈川県秦野市レイト君バーバさん、名古屋のきしめんさん、長野県原村短き足の犬さん。カルピスセットの当選者は、さいたま市星ともちさん、京都府のオグリンさん、そしてタイムトラベル中の桜の葉っぱさんです。皆さんおめでとうございます。さて12月に入りました。年内は12月25日の放送までです。
年明け2023年は1月1日が日曜日になりますが、この日は駅伝の中継がありますので放送が休みになりまして、年明けは1月8日の放送から開始ということになります。12月25日年内最後の放送は恒例となりました総集編ということでお送りしたいと思います。もし皆さんが気になる放送ありましたら、ぜひメッセージなどで送っていただければと思っています。はい、番組プロデューサー後藤優、ディレクター新秋夫、田中健志郎、テクニカルディレクター大沢晴美、アシスタントディレクター亀山真帆、構成佐藤健、布広太一、大中マリア、新谷雄介、椎名春人、スタジオ担当は安住紳一郎と中澤由美子でした。それではいい日曜日にしてください。ごきげんよう、さよなら。さよなら。毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。12月11日のゲストはカレー研究家水野仁介さんです。メッセージテーマは未だに慣れないこと。皆さんからのメッセージお待ちしています。